はございます。というわけで本日は関西コレクションのリハーサルでございます。なんと今回はですね、バスをねチャーターしちゃいました。すごい、初めて見る色のバスやな、これ。あれ、みんないる？ひろまるいひんちゃん、ひろまるが飛びに行ってます。あー、なるほど。セブンイレブン行く人なんかいいな。そのブスに行かなかったんだ。もしか分からへんの。ちょっと並んでもらってるよ。ちょっとエッチやけど、ね、ちょっとエッチやけど、その状態。ポーズの瞬間だけやります。鼻で一番前で、で、ここで花さんがみんな揃ったなってなったら、ポーズって言うんで、言ってみて。今だってポーズ。はい、ポーズします。ポーズします。で、中腰。で、結構される中腰になってもらって、私が結構隠れちゃうんで。結構しなきゃダメなポーズだっけ？あ、それぐらいでちょうどいいです。ここで多分あのアングル見たら下から結構取ってはるから、上の人がちょっと映りにくい感じやから、真ん中の人は結構中腰目で、そうそう、そんな感じで。で、5秒ポーズしたら、この後なんですけど、戻ってもらって大丈夫です。まず、花尾チームから、ノラルンと先に出て、ノラルンとミサマコチーム、ノエリンスンチーム、サルエル花尾チームで歩いて、左の方に向かっていきます。で、こっちのチーム、レンガチームは、タッツ、ユーユー、2列。2人ペア、ワガハシケンペア、オッティ・ヒロマルキアペア、デガン・ロンリーで。まあ、食塩水みたいな声、どっちかというと通り浜やけどの、別に普通っすね。何お前別に普通っすね。慣れてんな。めっちゃ緊張してます。別に普通っすね。こいつこの後研究室っすね。マジ大学の研究室、今から小3使います。ギャップがすごいな。ギャップがすごい。どうですかね、意気込みは。いやもういろいろ焦ってます。やっぱポーズとかも本当に今リハーサルで決まるところがあるんで、みんな今焦りながらやってます。リハーサルで決まったらちょうどいいです。頑張ります。どうです？いや、緊張はしてない。明日しそうっすか？いや、多分明日もしない。明日もしないんですか？皆さん結構しないっすね。僕は緊張しないタイプ。すごいな、ロブトリさんが多いんですよ。いやでもバグってる人、バグってる人しかいないです。いやもう去年ね、スン君もそんなこと言いながらね、本番になったらガチガチに緊張してたんで。もう全然緊張してない。もう全然ちょっと明日ガチガチになってる皆さんもいるんで、ちょっと楽しみです。でもこれで明日緊張したら面白いっていうことをの振りとして、そうですね、緊張しないんで、とりあえず今の時点では全然もう緊張しない、明日もしないだろう。ちょっと誰かやらかしてほしいですね。はい、昔ここで京セラドームで、はい、スノボーのなんかスノボウェア の、はい、大売り出しみたいなやつがあって、上のね、上のここの部分でやるやつですよね。まあ、あれを着たことあるんで、ああいうのとか。立つ場所が違うだけで、あっちいるかこっちいるか違うじゃん。それは別にそんな誤差ですよ。でも今回初出場の子たちみんな、いや緊張しないし明日もしないですね僕たちみたいな。すごい息巻いてたんで。うわ、あいつ絶対あいつ明日、はい、ビビりますよ。多分やりますよ、ね、ますよ。周りのとか、そもそも周りのなんか豪華、ね、豪華モデルさんたちがもう一瞬見かけただけでうーってなったもんね。ついもうお化け屋敷状態です、あの通路。いや楽しみですわ。さあどう打ち切ってくれるんでしょうかね。楽しみですね。楽しみです。We'll be right back.
緊張とか全然ないっす。前もせんかった。前はめっちゃしてました。めっちゃしてました。臭い飲みましたもん。でも今回はまだそもう大丈夫ですよ。もう多分慣れましたね。慣れました。ムカつく。いやなんかまあ同じことを繰り返すもんかな。傾向と対策しっかりして、傾向と対策しっかりしてもう電源クリーだったら眠そうっすもん。今日があの喋るイベントだった時にやばかった。あ、僕テンション低かった。どっさりくらい、くっさり、やばい、やばい、やばい取引が始まった。緊張してた。してないけど、今はしてないけど、ちょっと飲んどいた方がいいんちゃう。確かに。前回めっちゃ緊張してたもん。前回でも、ギリギリ瞬間じゃん。ギリギリまでは余裕しなくて、で、ギリギリのところでなんかすっごい人たちを見て、直前になんかもう直前に急にモデルさんとかあんたの裏やったらもう全然ホームやったから緊張しなかったんですけど、あのステージの横入ったステージの裏でえみたいな、こんなイメージおるやんみたいな、座ってうわってなりましたね。ついに今回も楽しみですね。今回だから薬飲んでこうかな。あれゆうゆうさん。はい、ゆうゆうさんです。どうもこんにちは。なれるんすかみたいな。すみません、ちょっともうそろそろ、とんでもないよ。つまみ出されるよ。私のイメージとちょうどいい髪型とメイクになっててよかった。あ、じゃあこれでなんとか崩していこう。油分で、油分でどうとかぐっちゃぐちゃにしていきたい。口のやつは確かにもうちょっと、はい、ブラッドが入ってもいいと思うから、あ、ここら辺でちょっと崩してもらって、じゃあちょっと噛みます、噛みます。ガッて、ガッて。ストイックなんで、ストイックなんで。、はい、ブラッドに、ブラッドに、ブラッドに、はい、ありがとうございます。ジンタのやつよりヤッホー。デイリーの髪型がすごく決まってます。今日は終了です。え今ので終わり。グランクアップです。グランクアップです。お疲れ様です。今日はどうですか、気持ちは。緊張してる。同窓会。同窓会。同窓会なんで？どしが髪の毛巻くと同窓会の気分になるっていうのは。どういうこと？結婚式とか、ああ成人式とか、女子が髪の毛巻くとそうなんの？うん、やばいな。だからまあ緊張とかはだから、あ、なんか久しぶりみたいな感じ。みさちゃん。そんな感じな。それはおもろいな。なんと出てるドッキリ、ドッキリの髪型。出てるよ。出てる。の髪型されてるドッキリ。やった。え、ちょっと待って。それ何？その前掛けみたいなやつ。ああ。この下の衣装が汚れたらあれなんだけど、明日東京に来ていくし。びっくりした、びっくりした。似合ってるやん。うん、ちょっとよだれかけて。似合いすぎてて今まで気づかへんかったけど、びっくりした。俺ちょっと一個スルーしたけど、それで東京行く。でもカンプレの当日で、はい、今日はいろいろ舞台にコンセプトを込めさせてもらいました。今回のステージ、はい、テーマがハーモニーなんですけど、おちょっと一つずつに意味があって、はい、じゃあみんなのこの衣装が、まあ、みんなのモデルをオーケストラに見立ててやってます、はい、なので白黒の服に、はい、まあ、エデーレンの、はい、エレエレカラーといえば、まあ、ベージュと水色っていうのがあるんですけど、はい、そのベージュを差し色に入れて作ってます。で今回ランウェイを楽譜ってみんな思ってもらって、はい、楽譜も旋律のフルスコア。そうでございます。そうなんか。そうなんか楽譜をこう歩くことで奏でるっていう、っていう意味と、はい、あと、まあ、楽器みんなオーケストラ持つじゃないですか。でそれって大小高低さまざまな音が出たりすると思うんですけど、うんうん、それを服で表してます。私とかやったらちょっと長くて長いロングトーンが得意って感じです。一人一人コンセプトがあるんでちょっとだけ説明しますね。ちょっとだけちょびっと紹介します。はい、今回デンガーさんなんですけど、デンガーさんがコンサートマスターって役割をしてくれてます。コンサートマスターって何ですか？ピッチを合わせたりとか、ピッチ音程を合わせたりとか、音程で、みんなを指導してくれる、導いてくれる一人。俺が一番音程外すような性格ない。でも今日は博士太郎みたいな髪型にしてくれてるんで、博士太郎バイオリン
の話なんでそんなウキウキしてさ、博士太郎を押せるわけ。博士太郎は果たして褒め言葉なの？めっちゃくちゃ褒め言葉。果たして褒め言葉。バイオリンめっちゃ上手いから。そんなん誰でも知っとるわね。バイオリンといえばコンサートマスターなんで。あ、そういうことね。それをイメージ、博士太郎兼コンサートマスターをイメージしてやってます。で、小手川さんのお茶目なところはあのここで表してます。どうも、名探偵コナンで。そう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 、彼がお茶目さん。お茶目さん適当やないか。で、今回あのすごい大事な役割が花尾さんで、花尾さんはエデンエレン のプロデューサーでもあり、この YouTuber 花尾電眼チームのリーダーでもある花尾さんにはあの指揮者をやってもらいます。指揮者、今日はよろしくお願いします。何言ったんだよ。今日はあのエデンエレン×あの YouTuber 花尾電眼チームのハーモニーっていうテーマでやらせてもらってるんで、ハーモニーを花尾さんが指揮をとって、デレデレデンデンデンデレデン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 、イメージディズニーランドらしいですよ。エレクトリカルパレードはい、そんな感じでみんな一人一人に役割があるんで、うん、ショーではみんな役割を演じてくれてると思うんで、どんどん見つけてみてください。っていう紹介でした。はい、かわいい。もう一回やってくれ。もう一回やって、もう一回やってね。かわいかった、かわいかった。ちょっと練習してたんですよ。これ俺もエデンエレンの、いや、なんか、その時にエデンエレンって書いたリンクが出るから。そうです、リンクが出ます。あの時にポン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 コンビやん。リズムテクニックすごいな。いや、めっちゃいいコンビ、めっちゃいいコンビやん、ね、めちゃめちゃパンパンパンもういやー、仕事やる、もういやードパンパンドパンシャカディース。十分あーすごい。あー、高飛車くらい緊張するな。あー、富士急のね、富士急の高飛車、あのスチールドラゴンほどじゃないな。いや、わかるわ、わかる。スチールドラゴンほどではない。いや、それで言うと、なんだっけ、ピレネーの方が緊張する。ピレネーの方が緊張っていうか、もうあれはそれぞれやりたくない。そろそろ高まってきました。え、そろそろ高まってきました。いやいや、いつも通りいつも通りの力を発揮する。ちょっと勉強してない科目の中間ですぐらいです。結構緊張してんじゃん。いやー、ギリシー取るぜ。この3人間もいいっすね。あ、村方3人でございます。裏方で意外と裏方の方が緊張しないんじゃないですか。あー、確かになんかあの段取りいけてるからっていう心配の方が。リハの時みたいに動画と音楽がずれへんかなっていう。そういう心配ばっかりです。でもそれって野良くんのせいじゃなくて、もうあっち側じゃないですか。言うて緊張するな。まあね、言うて緊張する、緊張するね、うん、結局のところ僕の結構緊張しますわ。しますか。結構してない。してますか。ちょ、もうめっちゃ緊張してます。じゃあ円周率言おうかな。 3.14159265932323846462433832。これ語呂合わせだから無理。この後無理。俺も無理。3部宮城に虫さんざん闇になっ。この調子でいくとは緊張しない感じじゃない。緊張して、緊張して早口になってる説あります。ああ、確かに。3.14159頭回ってるやん。でも3232。すげー、笑顔や。そうっすか。かっこいい。かっけ。あ、みちょぱさんってやつ。途中で貫禄ではルンとは負けてないです。いや、マジでそろそろ始まった。で、間を挟むんやな。間を挟む。帰りは間を挟むように。俺はだから右側に行かな。さあ、来るよ。行こう。寝る前は緊張すんねんな。
あ、これ始まるで、始まるで。来るで。あ、もう行くんすか。来るで。もう行くらしいです。分からん。来ます来ます。頑張ってください、花伝。はい、来る。はい。あ、オーマイガー。オーマイガー。What? What I have doing? 行く行く。バラエドハムキャラ。よし、行くぞ。よっしゃ。お願いします。行ってくるぜ。お願いします。気持ちいいですわ。めっちゃ気持ちいいですわ。輝いてるわ俺。俺輝いちゃってるわ。輝いちゃってるわ。コンタクト見えるわ。コンタクトよう見えるわ。じゃあお前ら準備しろよ。ありがとう。ありがとう、そっち。ありがとうございます。We'll be right back.
俺と輝いてた。いやもう良かった。いや予想以上に予想以上に応援してくれてる人がいっぱいいて、いたな、よかった見つけた。あのモデルの目の前にオッティとかね、花尾とかあったりだとか、うん、まありましたね。マコの虚無顔具合がすごい。え方針、画面覗いてるけど方針状態なの。画面は見てるけどなんか心ここにあらず状態。さあ誰が一番チキってたかな。チキってたかな。チキ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 ペッパー。でもなんか割と会場あったかかったな、ね、あったかかったね、あったかかった。いやみんな、ほんま、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は悔いないな。いや、よかった。前回は良かった。いや、前回より悔いない。前回は別に、まあ普通、普通ってか、あ、なるほど、普通に成功した。今日はなんか、あの、反差が多かった。そうです、反差の悔いがない。面白かったっす。やっぱ、あの、分かった。あ、なんでか分かった。コンタクトレンズつけてるからよ。